激しい体のぶつけ合いが伴い、日々競争を繰り広げるサッカーの世界には、希少な荒井選手が多く存在します。現在の日本代表では、喧嘩番長南井のこと、南野匠が筆頭であり、試合中に相手選手にぶち切れて、おらついているシーンがよく見られます。一方、日本代表戦で暴れ散らかした海外選手としては、イランの暴れん坊、サルダル・アズムンが有名です。そこで今回は、南野 VS アズムン、気性が荒いのはどっち?というテーマで2人のプレースタイルやブチギレエピソードについて紹介していきます。果たして気性が荒いのはどっちでしょうか。ぜひ最後までお楽しみください。南野匠はセレッソ大阪でプロデビューを果たし、高卒1年目でいきなりスタメンを勝ち取ったエリートですが、この時点ですでに気性の荒さを発揮していました。それがわかるのが一部のサッカーファンの間では有名な USB 事件。2014年11月に行われたベガルタ仙台戦での出来事です。81分、南野はペナルティエリア内右寄りの位置でボールを受けると、そのままドリブルでゴールに接近。そのままシュートを放ちますが、枠の左に外れます。南野のこのプレーにブチ切れたのが同チームのフォワード、カカウ。カカウはゴール前でフリーでしたし、南野の位置は自身でシュートを狙うのは厳しい角度だったこともあり、なぜ俺にパスをしないんだと言わんばかりの激しいジェスチャーで南野に怒りを見せました。しかし南野は冷たい目でカカウを見つめた後、カカウが後ろを向いてからのうっさいんじゃボケ発言。この発言が USB の由来です。南野の気性の荒さは海外で身についたものではなく、セレッソ時代にすでに出来上がっていたことがわかります。南野が日本代表に初選出されたのは2015年ですが、主力として活躍し始めたのは森保ジャパンが発足した2018年9月からです。森保監督はロシアワールドカップで主力だったベテラン選手から4年後のカタールワールドカップを見越したメンバーに変更。当時の森保ジャパンといえば 4-2-3-1 のシステムを採用し、左からサイコパスドリブラー中島、喧嘩番長南井の、リフティング中に買い物を済ませる堂安で構成された2列目が印象的です。この時代の南野は動きにキレがあり、プレー強度の高さと切れ替えの速さを兼ね備えた日本の中心人物でした。38分には絶妙なターンで前を向いて攻撃の起点となり、小林との連携からゴールを狙うシーンもありました。そして49分にはまたも絶妙なターンで相手選手を剥がして前を向きますが、後方から悪質なファールを受けます。ファールをした選手はそちらの顔でディフェンスラインに戻ろうとしますが、立ち上がって相手選手を呼び止め、何か発言をした後に眉間にシワを寄せて睨みつけています。おらついてはいますが、顔もかっこいいですし、実力が伴っているので嫌な気分になりません。さらに65分には遠藤航のアシストからゴールも決めています。かなり勢いを感じますね。当時は南野の今後が非常に楽しみだった記憶があります。そんな南野とアズムンが出会い、アズムンが伝説の乱闘を引き起こしたのが2019アジアカップ準決勝イラン戦。まず試合内容を振り返りますが、この試合のパフォーマンス自体は南野もアズムンも素晴らしかったです。アズムンのうまさが伝わってくるシーンが21分、テクニックあふれるドリブルで柴崎をかわすと、カバーに出てきた吉田の股を抜くシュートを見せます。権田のスーパーセーブで事なきを得ますが、これが入っていたら試合は全く別のものになっていたでしょう。もしかしたら乱闘もなかったかもしれません。しかし乱闘前から気性の荒さは現れており、30分にエナゴリ君を肘で押し倒してファールになった際、審判に顔を眼寄せして抗議している様子が確認できます。一方の南野は55分に日本代表の歴史に残る素晴らしいプレーを見せます。大阪のポストプレーから裏に抜け出した南野ですが、相手選手と接触して地面に倒れ込みます。イランの選手たちがノーファールのアピールをして足を止める中、一瞬で立ち上がりボールを追いかける南野。審判は笛を吹いておらず、まだプレーは続いていたのです。異変に気づいたイランの選手たちがすぐに守備に戻りますが、ゴール前では長身の大迫がフリーになっており、時すでに遅し。南野の高精度のクロスに大迫が頭で合わせて最高の先制ゴールを奪います。笛が鳴るまではプレーを止めないという小学生で習うようなことですが、ここではその精神が勝負を決めました。さらに63分、南野のクロスが相手選手の手に当たって PK を獲得すると、これを大迫が冷静に決めて2対0、実質南野のアシストと言ってもいいでしょう。試合終盤には原口がダメ押しの3点目を決め、試合は完全に決まったと思いましたが、ここであの事件が発生します。なんとアズムンがリスタート時に近くにいた大迫の足をいきなり踏み倒します。これがきっかけとなって両選手入り乱れる乱闘騒ぎに発展。アズムンの勢いは収まらず、柴崎の顔をガノンドロフ横ビーかのようにわしづかみ、そしてここに駆けつけたのが喧嘩番長南井の。
横から割り込んできてアズムンに張り手をかまし、アズムンがベテラン組の吉田と原口に抑えられてる間に、今度は別の選手とも見合いに。心なしか少し楽しんでいるようにも見えます。ちなみに長友はヘッドロックをかけられたのにイエローカードをもらっていて、ドンマイって感じです。喧嘩番長っぷりを発揮していた南野ですが、プレー面では1アシスト 1PK 獲得と素晴らしい活躍。アズムンには完全に悪童としてのイメージがつき、南野の株が上がりまくったアジアカップでした。アジアカップあたりまでは南野はプレー面のキレもあり、気性が荒いといっても相手選手のラフプレーに対して反撃する程度でしたが、カタールワールドカップアジア最終予選あたりからプレーの調子が落ちると同時に南野の本性が現れ始めます。それが見れるのが今年の1月に行われた中国戦。日本が大迫と伊藤のゴールで2点を先制した69分、シーハオが森田をかわそうとしますが、その際に自身の手に当たってしまいハンドを取られます。プレーが止まっているにもかかわらず、シーハオに肩を思いっきりぶつける南井野。これにはさすがにシーハオもブチギレ。両者睨み合い一触即発の状況になりますが、主審が素晴らしいスプリント力で間に入り込んで仲裁。乱闘騒ぎを免れますが、南野とシーハオは互いに中指を立て合っており、両者のバチバチ具合がわかります。ラフプレーを受けたならわかりますが、シーハオの過失があるとすれば、笛が鳴った直後も少しボールに触れていた程度です。負けてるならまだしも、これで体当たりはさすがにやりすぎです。思い通りのプレーができずにフラストレーションが溜まっていたのではないかなと思います。南野のこの行動には、日本中国両方から批判が殺到。調子が悪いと悪循環に陥るのが南野の弱点かもしれませんね。続いて2022キリンカップからガーナ戦をご紹介。日本は3対1でリードしていた80分、三笘に変えて南野を投入します。アジア最終予選あたりからパフォーマンスに曇りが見られ、この頃には南野ではなく三笘を左サイドのレギュラーに押す声も非常に多く上がっていました。そのため南野は短い出場時間でもなんとか結果を残したいところです。しかし82分の前田のゴールには絡めません。そして84分、ボールを持った南野に相手選手が激しいタックル。このプレーに喧嘩番長の血が騒いでしまった南野は、なんと倒れながらもタックルを仕掛けてきた相手選手に思いっきり足をかける反撃に出ます。リプレイを見ても南野の反撃は明らかに故意であり、反撃された相手選手もマジと言わんばかりの表情をしています。ガーナの他の選手も南野にブチギレており、キャプテン柴崎が仲裁に入らなければ、乱闘に発展していてもおかしくない状況でした。その後プレーが再開されますが、南野はこれといった見せ場も作れず試合終了。少し前まで日本のエース級だった選手の唯一の見せ場が喧嘩シーンというのは少し悲しくなります。三笘や鎌田、久保といったライバルがクラブと代表両方で高いパフォーマンスを発揮している一方、日本の10番南野はアジア最終予選から徐々にパフォーマンスを落としており、いよいよスタメン争いではなくワールドカップのメンバー入りすら疑問視する声も出ています。そんな中、先日のエクアドル戦では念願のトップ下で先発出場。スタメン発表時には悪いのは南野ではなく左サイド起用する森保監督、トップ下ならまだまだ主力級などという声も多かったですが、蓋を開けてみればトップ下でもインパクトを残せず終始低調のパフォーマンス。チャンスシーンでのパスミスに加え、古橋と挟み込んでいるのになぜかプレスをかけず、ソーシャルディスタンスを保ったままフリーズする珍事態もありました。また縦パスを受けてもエクアドルの屈強な選手にフィジカル負けしてボールロストするシーンも目立ちましたし、何より気になったのがアジアカップのような切り替えの速さやがむしゃらさを失っている点です。アジアカップでは笛が鳴るまで決して止まらず走り続けていたのに、エクアドル戦ではセルフジャッジを行ってプレーを止めてしまうシーンもありました。今年移籍したモナコでも思ったようなプレーができず自信を失っている雰囲気すらあります。アジアカップあたりまでは日本の未来を感じる選手でしたが、今はがっかりしている人も多いのではないでしょうか。技術やフィジカルを急激に向上させるのは難しいと思いますが、本戦までになんとかコンディションを上げて自信を取り戻し、前世紀ほどのアグレッシブさを取り戻してほしいです。アズムンといえば南野が大活躍した2019アジアカップでの乱闘騒ぎが有名ですが、実はその前にも日本戦で乱闘寸前の騒ぎを引き起こした過去があります。それが2015年に行われた日本対イランの国際親善試合。1対1で迎えた79分に事件が起こります。イランのコーナーキックを武藤がクリアすると、セカンドボールを拾われて再度クロスを入れられますが、ここは吉田がクリア。ライン際のボールを清武が拾ってドリブルをスタートしますが、激しいスライディングで清武を潰すアズムン。少し荒っぽいですが、このプレー自体は日本のカウンターを阻止するという意味で、最悪ファールになっても止めるという選択は十分ありだと思います。
個人的には好プレーです。問題はその後、アズムンのスライディングは気にも留めず、アズムンの肩に手を添えて颯爽と立ち上がる清武にアズムンはブチギレ、後ろから清武のユニフォームを引っ張り、清武に暴言を吐いて張り手をお見舞いしている様子が確認できます。アズムンと清武の周りには両国の選手が集まり、庭やキャプテン長谷部が仲裁に入らなければ間違いなく乱闘に発展していたと思います。切れた原因が清武がアズムンの肩に軽く押しのけたことだとすれば、さすがに沸点が低すぎます。結局このプレーでアズムンはイエローカードをもらっており、素晴らしい技術を持っているだけにこの人間性はもったいないと感じてしまいます。今回は南野 VS アズムン、気性が荒いのはどっちというテーマで、2人のプレースタイルやブチギレエピソードについて紹介していきました。皆さんはどちらの方が気性が荒いと感じましたか？南野は若手の頃から気性は荒いものの、基本的には相手が吹っかけてきた発言やラフプレーに対してやり返すスタイルであり、自分から一方的に暴言を吐いたりラフプレーをかますことはほとんどありません。また最近はプレー面での自信のなさからか、南野の取り柄だったアグレッシブさも失われており、気性自体も穏やかな傾向があります。個人的にはプレーも喧嘩もキレキレだった昔の南野が好きなので、ぜひパフォーマンスを取り戻してほしいです。一方のアズムンはまさに悪童、プレーが激しいのはいいと思いますが、関係ないところで大阪の足を踏んだりするのは論外です。サッカー選手として以前に人間として終わっています。また乱闘中も柴崎にガノンドロフ横 B をかましていたり、暴力レベルも南野より一段階上な気がします。これらのことを踏まえて両者を比較すると、自分から相手に吹っかける点、激しい暴力を相手に振るう点、南野が最近は元気を失っている点から、アズムンの方が気性が荒いと考えました。ただ個人的には気性の荒さがいい方向に向いていた昔のような南野に戻ってほしいと思います。ワールドカップまで残り時間は少ないですが、モナコで出場機会をつかみ、結果を残して自信を取り戻してほしいですね。それではまた。